皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ、前回はドラッグを使ってる DJ を倒したんだよね。そういえば前回はターゲットと会話をしてなかったから特に気になることも進展もなかったね。もしかしたら何かよくわからない謎に迫れたのかな。前回はちゃんとエレクトロヘッドと会話しないでミッションを成功させたからすごい褒められるね。第3地区から移せるってことはエレクトロヘッドがいた第2地区とかに移れるのかな。第3地区は治安が悪いみたいだからね。早く安全なところに行きたいよ。そういえばこの毎回カウンセリング後に打たれる薬だけど、これも何の薬か分かってないよね。まあ薬の量を減らすと悪夢を見るとかだから精神的なものなのかもな。抗うつ剤みたいな。あ、そういえばドラゴンって呼ばれてるみたいね。ホテルの時も言われてたし。目立たないようにだってさ。まあ基本的には暗殺みたいなことをしてるしね。ステルスはしてないけど。今回のターゲットはは、言わん。よくわからないけど機密情報を漏洩しようとしてるから始末してほしいって感じかな。今回は珍しく巻き添えによる被害を出してはいけないってさ、ステルスすることになるのか。さて今回のステージは刑務所だね。割と侵入自体はあっさりといけるのね。ステルスをするのかなって思ったけど誰もいないね。特にスポットライトに当たっても何かあるわけでもないか。おっと、人がいるな。なんか寝てない？まあとりあえず失礼します。あら、おや、もう死んでるな。おかしいわね。まだ私たち何もしてないけど。監視室みたいなところも人が死んでるね。一応ここにいる人たちを殺した人がどこかにいるかもしれないから警戒はしておこう。うん、生き残りは誰もいない感じ。全員死んでるわ。ターゲットもすでに始末済み。体が温かいってことは死んですぐってことか。どうするよこれ。できる限り被害は出さないようにってことだし、面倒だけど隠れながら外に逃げますか。今までやったことなかったけどバレないように移動するのって結構難しいのね。ステルスゲームは無駄に疲れるから嫌いだよ。よし、右に行ったらささっと左に行っちゃいましょう。おや、ここって本来はリプレイが流れるはずでは。おかしいね。故障。あ、これそうか、今までの道ずっと隠れながら戻るのね。というわけで戻ってきました。相変わらずビデオは映らないのね。バレないように移動するの疲れた。もうステルスゲームはお腹いっぱいです。刑務所から出るときに誰も倒さなかったから褒められたのかな。おや、今回はマンション前からじゃないのか。家に帰る前のどこかなんでしょうね。詩人って何？身分の低い人って意味かな。田舎者って意味でも使ったりする言葉でもあった気がする。あ、あんまり使う言葉ではなさそうね。で、割と厄介な感じに絡まれちゃったけど。すまないが渡せるものはないんだよね。特に今何も持ってないし。うん、確か俺らも戦争で戦ったんだよね。それが原因で記憶そっと。あれ、選択肢が勝手に。おいおい、あそこで殺しちゃって大丈夫だったの？さあ、後々変なことにならないといいんだけど。あ、ちなみに刑務所を誰にもバレないで脱出するとこのキーがもらえるよ。知らないおじさん。映画か。最近映画見てないし何か面白い映画探してみようかな。おすすめとかあったら教えてほしいかも。ホラー映画以外で。自分で探そうよ。一緒に。か、まあ映画を見るぐらいならいいんじゃない。
映画。なんか映画っぽくはないね。何を見せられてるんだ、これ。なんか映画とかホームビデオとかじゃなくて、こう、盗撮みたいな感じしない？確かに、映像作品としては変だもんね。てかこの人たちはあれなのね、ダメなお薬使ってる人たちなのかな。またドラッグかよ、第三地区が治安が悪いってのはこういうことなのかもね。いろんな人たちがあらゆる場所でスパスパドラッグを決めてたらそりゃ治安も悪くなるよ。おや、この青い髪の人は見覚えあるね。最初の科学者を救った時、じゃなくて、救おうとした時にいた人だよね。クラブの時にもいなかったっけ。ひどいビデオね。こんなもの見せて何になるんだろうか。おっと、そういえば少女も見てたもんね。とりあえず作り物ってことにしとく。おいおい、この感じってスローモーションになるやつだよね。俺らがミッションを達成するために使ってる力だよな。ホテルの時とかクラブの時とか。うわ、痛そうだな。想像するだけで鳥肌が立ってくるよ。ああ、このビデオを撮ってるのはあの青い髪のやつみたいだな。どうして第三地区には頭のおかしい人しかいないのかしら。あ、もしかしてあのビデオ、左の部屋の。そういえば妙に静かだったな。何かの機械を触ってる。まださっぱりね。